じゃないの。俺この間とにかく殺した皆さんからコンティニューコイン、これが溜まると元気になるんですよ。あ、これ、うん、これが溜まるとね、コンティニューコイン、うん、で、あと TMR さん、はい、だからおでん、これおでんプラス10、おでん、そう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 、キックバックですキックバックじゃないけど、おでん、そう、だから配信するんだったらこっちの方が全然いいなと思って皆さんにおすすめしてるんですよ。すごいね、うん、今世の中もうあれってなんかね、アメリカのホームレス、うん、こうやって上げて QR コードを上げてるんだって、うん、それでここにこっちに振り込み振り込んでって、すごいよね。裏返も作れるよ。なんか本当だ、やろう、はい、久しぶりだいらっしゃい、やろう、はい、番組始まるよ、マイク上げます。何もう始まってんじゃないの。違う、今から始まります。今から始まるの。画面見たい、赤字が消えてゼロになったら始まる。赤字、時刻は10時を回りました。 FM キノは 79.7 メガヘルツでお届けしているのはマスターヒーフービーの仮想ラジオバーです。10時台最初のコーナーはこちら。どちら、ビートルズゲットバック、こちら、今 BGM がかかってる。 BGM、 はい、今この声も音声乗ってる。あ、これも乗ってる。マイク下げてからタイトルコールします。はい、バッカスのこぼれ話。このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかって湿地甘くまで聞かれる僕マスターがお酒に関してのうんちくを語るコーナーです。じゃあね、うんちくの紙を読むコーナーです。これさ、どっち、うんちくを語るコーナーっつってずっとやってたんだけど、うん、はい、今年の3月にヒープーさん出たのよこの番組、はい、そしたらこの原稿を読んでたから、うん、紙読んでるだけやし語ってないやし、ね、突っ込まれてない。じゃあ紙読むコーナーですって言ってやったんです、はい、僕バーテンだったんですよ昔、はい、はご存知ですか。バーテンダーも昔よ、はい、11年ぐらいやってたんですよ、18から29まで。美味しいモヒート作れる。あの当時モヒートなかった。マジで40年前、令和の飲み物なの。何、平成、違う、昔あるところにあったはずだけど、うん、当時のなんていうの、スタンダードカクテルにはモヒートなかった。あ、そうなんだ。マジで、うん、もうここ数年よ。違う、もう少し古くからあるはずだけど、僕が現役の時はモヒートはなか出してるところほとんどなかったんです。もう絶対バー行ったらモヒートありますかって言って、なかったら出るかも。僕なんか時はフィズの時代だからさ。フィズ、ジンフィズとか、ジンフィズとかバイオレットフィズとかの時代だったから、あの昔あったでしょ、うん、今どこにもないさ、でフィズってないかも。でソルティードッグだった、あの塩、そう周りがえーって舐めてレーって舐めるな、舐めてもいいけど。じゃあお酒の話をしますよ。はい、あ、スプリームさんこんばんは、くんちょ、初見の藤子ふ…え、胸藤子、あ、私のおっぱいがでかいってありがとうございます。ゲランデで双子座流星群を撮影しながら聞いてます。内地の山にいるんですこの方。おお、山ですか。山で撮影してる。待って、はい、まあ、ちょうど、うん、ヘアローハーのマウナレを山の踊り踊ってきたたんですよ。だからでしょ。もう一回山の踊り、どうぞ。山の踊り、ヘアローハーのマウナレをってやってきたんですよ。どうしたらいいのだからちょうど山だなと思って。山の話ですよ。沖縄大好きさん、ウェイそうでね、このお酒の話をするんですけども、うん、お酒飲む、モヒートが好き。ごめん、すいません、はい、永遠の18歳なんで未成年だよまだ、ええ、だから私散々モヒートの話してたよ、CM、だから私ジョニーさんだしと、あの CM 出てないの分かる。ペッペッペペットボトルワーカーとジョニーさん出てるでしょ。あ、そう、出てない。私出てないでしょ。自分で NG 出したの、はい、なんで、はい、バカなのだって18歳だもん、ダメでしょ NG。 18歳の際も祭りやし、いや今日初めて知ったの。そうだからごめん、もうジョニーさんに本当に丁寧に謝って、うん、すいません、私18歳なんで貫くと出れませんって言って、うん、そう、ジョニーさんも私の年齢知らないもん、ずっと。まあ関係ないからね、本当に。あ、本当に、そうそう、あ、いや残念。だからさ、あ、いや、でもいいですよ、あの、お酒の話、巷の話はできるんで、うん、あの、私は飲めないけ ど、ね、こういう話は聞いてきたのは全部乗っかりますんで。わかりました、全部乗っかってください、はい、僕が今回出ていただく
のにリサーチじゃないけど、あの写真送ってとか、あのテーマの話とかした時に誕生日も聞いたじゃないですか。はい。誕生日なんで聞いたか分かります？え、その誕生日のお酒がある、うん、ある、そうです。本当、うん、あのネックレスみたいな感じで、そうそうそう、誕生酒と、はい、あ、誕生石とか誕生花、うん、誕生花があるように366個あって、8月3日、そうあるんですよ、お酒が。でこれが全部カクテルなわけ、うん、でそのカクテルの酒言葉っていうのもあって、花言葉みたいに、そうそうそう、いやー、これがさ、これがさ 9.5 割以上みんなゲストさんに言うとみんなが当たってるっていう。コンビとか複数で来た人たちも隣にいる人がすごい当たってるってみんなが言う。え、これ気使ってとかじゃなくて、じゃないじゃない、これ僕が選ぶんじゃなくて本当にね、調べたら出るんですよ、うん、8月3日のエリの誕生日で、はい、8月3日誕生酒ってさ、これが出ます。8月3日神谷エリの誕生酒はこちら。何？ゴールデンアイズ。あー、何？ゴールデンアイズ飲んだことないかも、うん、僕も飲んだことないちょっとその酒の説明とか、なんかこんな味で美味しいよとかじゃないんだ。これを僕も飲んだことない。これを説明しますよこれから、はい、でそれとね同時にさっき言った酒言葉、はい、こちらです。8月3日神谷絵里さんのゴールデンアイズの酒言葉はこちら。優雅で無邪気な感性の持ち主。当たってるでしょほんと無邪気だよなめっちゃすごい。これ僕が書いたんじゃないよ、これ調べたら出るんだよ。え、待って、ごめん、録画して今の後で、あの紙ちょうだい。紙はあげられない、資料で残すんで後で、送りますよ。もう一回言って。え、優雅で無邪気な感性の持ち主、うん、一番最初のところ言って。優雅、もう一回言ってしつこいな、優雅。あれよ、モスバーガーのハイバル店でよ、前によ、黒のあのワンボックスカーからよ降りてくる姿はよ、優雅だよあの変な色のジャージ履いてるけど優雅だよ。シリケイ光色だよな、あのジャージ。言わないで。茶色にピンク、オレンジねえ、なんでこんなさ、あ、リーダのこと見かけてんのに声もかけないって、なんかエロいじゃあ本当に忙しいわけ、人と会話する余裕ないぐらい忙しい。こんな違う、忙しい割にはなんか傾向のとかなんか分かるわけ。嘘だろ、あの色は俺ダメで、あの寒色系の色と暖色系の色が混ざったの苦手だ。どういうことだから近寄れなかったし話しかけられなかった。だから目につくわけ、嫌いな色と思った瞬間あれあの人はと思っていいエリアスさんって、これ先週だよ。だから何も来週だからって声もかけようかなって、こっちでも喋ったら話長くなるじゃん、 あの色苦手だなってそのまま知らんごわしして帰りました。そうなんだね、はい、あそこの宝くじ売る場のねんねん、みんな可愛いな。あ、そうなんだ。めっちゃ綺麗だよ。え、もう宝くじ買いに行ってたの？そうですだ、もう今宝くじめっちゃ並んでるじゃん、メインプレスの前も。ああ、ああいうところで買うからさ。ああ、はい、してゴールデンアイズのカクテルの話をしますよ、はい。南国の風味がする夏向きのカクテルはさすが夏生まれですね、うん、はい。その美しい超夏が大好き。これ聞いたよ、でも今日読みながら今鳥肌立ってるんですけど、その美しい緑色やばい、緑色着てる。素晴らしい香りは発売以来アメリカやオーストラリアで大人気となり、数多くの名作カクテルを生み続けています。このカクテルでね、うん、なんですよ。あの今では世界数十カ国で販売されている日本を代表するリキュール。これ何かっていうと、あのマリブっていうかあの、はい、リキュールなんです。あののことを言ってて、うん、マリブで作る、あ、レシピ書くの忘れてる。嘘でしょ、まあ、マリブっていうの、うん、みんな調べてください、はい、ゴールデンアイズマリブね、でもマリブを使うカクテルです、うん、色も合ってるし。マリブはカリブ海生まれのココナッツのラムです、うん、アメリカ西海岸サンタモニカの西に位置するサーフィンで有名なマリブ、あ、サーフィンで有名な町マリブにちなんでのネーミングがされました。厚みのあるココナッツの風味と味わい、シャープでメリハリのある香味バランスが特徴。やば、アメリカやヨーロッパのみならず、うん、日本でも若者を中心に絶大な人気のあるリキュールです、うん、まるで
モスバーガーのようです、ね、最後もう一回言ってこっちこっち最後いい、ね、モスバーガーのようですね、 ですね、今宵はモスチキンナゲ、モスチキンチケットを買ってクリスマスに備えましょう、イエーイ、ということで以上バッカスのこぼれ話でした。こんなコーナーです。合ってる。しかも、うん、ココナッツって言ったでしょ、この中に入ってるレシピの、うん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 、リーダーココナッツって入ってるやつ、うん、片っ端から全部頼むんですよ、このバー行ったら。いいですね。そうドンピシャじゃないですか。本当にドンピシャ。気持ち悪い気持ち悪いっていうのは本当に素晴らしいねえ、この優雅って言った瞬間もうあ私だわみたいな、ね、本当ですよ。すごいこれ、なんかこれ売ってんですか、この本を。いや数珠と一緒に、壺と一緒に。誰が壺売ってるの？ヒープーさんです僕は売ってないです。すごいね、当たる。え、これヒープーさんも当たったんですか？なんか、うんうん、当たった。あー、ヒープーさん当たってないんだ。当たった。当たった。当たった。本当？うん。え、どうする？一曲かけようか、すぐ。あ、先に。かけてください。曲紹介して。はい。いいですか？うん。今日ね、相棒のワーカーが。ちょっと待ってくださいよ。さあ、お届けしているのはひふみずバーでございます。さあ、ここで。これどう？エリーがね CD 持ってきたんです。この CD は誰のなんていう CD ですか？これね、うちの相棒のジョニー・ギアンド我々のベースのワーカー、うん、15番目の男の、あのオーターの同級生のワーカーがあの、あ、オーターこれ買ってないね、うん、買わないといけないね。これプアさん、プア三人っていう曲、うんうんうん、プアってハワイ語で、うん、あの花なんですよ。あ、で三人の花っていうやつなんだけど、うんうんうん、だから4人で歌っても3人なんですよ、はい、どうしたらいいの？この広久米さんっていう方があの CD これ載ってるんだけど、うん、あの絵描きさんなんですけど、このハワイので、うん、あの沖縄で個展をやったりいろいろやって、うん、でハワイでも私たち行った時に全部アテンドしてくれたりいろいろやってるんですけど、うん、その方が作曲して、ワーカーが作詞やって歌も歌って、で広久米さんがギター弾いてるっていうので、楽器もできるのね、この人、はい、ぜひあのプア3人これね、あの1枚1500円、はい、ワーカーの CD もよろしくお願いします。なるほど、ということで1曲聴いてください。ワーカーでプア3人です。プア3人です、どうぞ。ちょっとね、マガーク CD なんでセットしてなかったからさ、来た。可愛いわけ、これもジャケ買いしたくなるぐらい。なんかジャケット可愛い。これもこの方が描いた。そう、広久米さんっていう有名な絵描きさんなんだけど、あれでしょ、無実の葉っぱってことでしょ。え、そうなの？どういう意味か、カブーさん、ボケてるのか。無実の葉っぱ、プア三人、そうなの？ごめんなさい、なんか突っ込んでいいのか、なんか、うん、買ってない、コメントと物々交換かな、どういうことですか、これ。ワーカー起きてるかな、すぐ電話するけど、って。しなくていいよ、寝てるよ、もう。いや、今日、Facebook の今日のこう、リエ出るよっていうあれに、エリ出るよっていうあれに、うん、あのシェアしてくれって言って。あ、ワーカー？うん。おー、ありがたい。電話して、電話して。ワーカーね、ヤンチキ、ねえねえ、ワンの世代の匂いがするさ。え、18歳なんですか？高橋さん。18歳？ブレないよ。この年齢もブレないよ。で、高橋さんがあの大和にいる人、東京。そうです、そうです。あのスプリームさんもないし、ナルトロさんのあれ、あ、今上に一番こんばんわんこそばっていうのはバッテンさん、鹿児島です。もうさ、鹿児島とかもさ、あ、桜島大工さん、鹿児島じゃない、熊本か、失礼、熊本です。熊本、うん、福岡の、いいね、この曲いいでしょ、うん、わんこそばさん、熊本の方、うん、ヒンガーさん、三振の音色と歌声が心地よいですね。本当ですよ、いい感じ。本当にワーカー世界一いい人で、うん、海水浴に行ったら、うん、ゴミ拾いから始まるんですよ。おそしてゴミ拾ってるうちに、うん、あの海の水なくなって汗
浅瀬になって泳げなくて帰ってくるっていう。そうなんですよ。だからもう本当にバッテンさんがチュラカーギーのゲストさんですねってよ。ありがとうございます。チュラカーギーの意味分かってるんですよね、ちゃんと。だいぶ分かってますね。熊本の方だった？熊本の方。うちなんちゅう、うちなんちゅうじゃないんだよな。バッテンさん内地の方なんだけど、沖縄よく方言よく分かるんですよ。すごい。うん、カーボーイさん、さっき僕の〇〇歳年下って言ったけど、ちなみに僕は、まあ、いっか、今日本で爆笑。どういう意味 ?18 歳って。あ、同級生ってことですよね。うん、同級生とか。あ、美人やっさ、ありがとうございます。そう、このね、左側から、すごいいいんですよ。お届けしたのは、ワーカーで、プア3人っていう曲でした。いやいい感じ。ねえ、ぜひよろしくお願いします。方からも、ね、曲の感想が来てますよ。ヒンガーさん、三振の音色と歌声が心地よいですねということで、ぜひ皆さん、今かけた曲はですね、ジョニー・ギノワンさんの、うん、バックコーラス、ベーシストです。ベーシスト、ジョニー・ギノワンさんと我々という3人組のベーシストのワーカーさんが作った、はい、これいつ発売されたんですか。わからないです。気づいたら発売してました。あ、いや、マジか。エリー CD 出したよって言ってあ、その買う買うって言って、本当に私これだからサンプル、うん、普通ね、うん、ラジオ局とかサンプルで配るじゃないですか、うんうんうん、だけど私本当にちゃんと買って、うん、ひふみさんにプレゼントなんですよ。あ、これもらっていいの。もちろんですよ。マジですか。本当にもうもらってください。これありが、本当、ありが、待ってください、待ってください。誰かに何か意地悪したくなった時に聞いてください。もうはい、じゃあ前ずっと聞いとく。優しくなる、本当に優しくなれる。本当には最近はあの右折なのに小回りしてくる車多くてさ、イライラしてるわじゃあ聞きしとこうね。じゃあ聞きしといてください。さあ、で、何の話でしたっけ。今日のテーマがですね、うん、クリスマスの準備っていうことで、はい、クリスマスの準備、 FM ギノワンもね、あのクリスマスに向けて、本当に、あのなんていうの、いろいろ盛り付けして、盛り付け飾り付けして、クリスマス、ね、そう、クリスマスを演出してるんですけども、ね、あのフラでクリスマスのなんか準備ってあったりするんですか。ないんですよ。ないの。どういうことフラでクリスマス、フラダンスってクリスマス会、ハワイ出身というか、ハワイ発祥、ハワイででもちゃんとハワイ語で、うん、メレカリキマッカって、あのハワイ語のクリスマスソングがちゃんとあって、それを踊るっていうのもあるんですけれども、私たちはあのクリスマスよりも忘年会のことで頭がいっぱいで、あの教室はね、今週も日曜日ももう忘年会やるぞって、今だから、そっか、今もう私ここに来てるけど、うん、生徒は余興の練習してるんですよ教室ずっと開催充実すぎてる本当に。だからね、あのフラの衣装は縫わないのに、うん、あの忘年会の余興の衣装は一生懸命ミシンで縫うっていう生徒がね、どこに力入れてるんだっていう。でもそういうね、あの余暇をね、一生懸命エネルギッシュに楽しむ姿、楽しむエネルギーって大事ですよ、はい、もう本当にありがたいです。だからみんなね、だから今日、うん、あの忘年会前になると、うん、みんな休まないんですよ、レッスン、余興の練習がその後あるから、うんうん、そうだから余興があってくれて、私も生徒が休まないから、うん、なんか助かるみたいな。あ、ね、いいですね。そうでね、そう、年末になると結構ああいう教室とかってやっぱり休む人多かったりするのかな。みんな忙しいからやっぱりね、休むし、うん、であと子供が風邪ひいたとかも多いし、この時期ね、今ねちょっとでも喉痛いと休まないとみんなに失礼かなとか思うじゃないですか、うんうんうん、気になるしね。そうだから休む人が多くなるんだけど、でももううちはもうちゃんとみんな来てくれて、健康でいてくれるっていうのもその姿勢ですよね。ありがたいね、本当に。健康でももしチキンをいっぱいね食べて買ってくれたら嬉しいなみたいな、ヤンキッズさんからクリスマスもう今夜エイリーさんに出会ったから早めのプレゼントもらったよって出会いがあなたから今元気もらってるプレゼント、はい、いいね。15番目の男さん、アンデアンデアンデで、マリーはクリスマスを祝ってたってこれは あれだ小高マリーの話だ。カブイさん、そっか、ハワイってもともとからアメリカだったわけじゃないから、うん、キリスト教は後から入ってきたってことなのかな。いやいや、ハワイではめちゃくちゃやりますよクリスマスは。やるけど、あ、私の教室がね、うんうん、
あのクリスマスはもしチキンをみんな買ってくれて、うん、あのクリスマス会をやるんではなくて、うん、あの忘年会を先にやっちゃうみたいな感じでやるんだけども、うんうん、ハワイでもみんな家族に、アメリカではね、アメリカでは家族でやるもんね、そう、一人ずつに全員が、一人が全員にプレゼントを用意して、うん、あのもみの木 の, あのクリスマスツリーの下に置いて、はい、うん、今だから娘がハワイ留学してるんですよ、うん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 、それで来週帰ってくるんだけど、もうその時のクリスマスプレゼントももらうけど、はい、うん、自分もプレゼントしない、人数分やらないといけないから、もうどうしたらいいのみたいな。ていうか今ハワイ大丈夫なの？やばいです、物価。物価もそうだけど、いや今娘さんがいるところ、火事は大丈夫だった？マウイ島で全然違う島なので、大変だよな。そう、あれもだから今チャリティーライブ先週もやって、みんなで募金してきたんですけど、そう、なんか告知あったらあのメールで送って、読むから。なんかイベントとかチャリティーとか、イベントですか、イベントとかあるときはメールで僕に送ってくれたら番組で紹介します。もうすぐいっぱい、もうカウントダウンライブもカフーリゾートでやります、ジョニーワレ。おお、いいね、はい、カウントダウンか。カウントダウンライブもあるんですよ。クリスマスの後はすぐお正月ですよ。もういいっすね。そうですよ、その前のクリスマスの前のクリスマス何言ってんだ昔は肉がパサパサの七面鳥だったな七面鳥パサパサらしいね。七面鳥、うん、あれよね、大きい鳥、うん、でもうちのアンチで食べる人いる？だから僕一回食べたことあるんですよ、僕も、パッサパサだった。そうなんだ。で外人が、うん、美味しくないって言って、日本のチキンの方がうまいって言ってた。やっぱりモスチキンが一番美味しいですね。モスチキンが一番ですよ十五番目の男さん、被害者忘年会の会、ね、あ、そうそうそう、よく知ってるね、これ心の、これ削除してくださいこれみんなにメールも来てますよ、生徒に見えないように。メールも来てます、メール読みましょう、メールも読むでも倍組です、コマコ君長して、クリスマス準備は俺はないけどっていうのはヤンポーさん、これから岡村隆子さんからクリスマスカードが届きます。この方岡村隆子さん大ファンで、すごい、ファンクラブも入ってるんですよ、うん、隆子さんはクリスマスカード準備で忙しいと思います。ああ直筆でメッセージが書かれているので、以上クリスマス準備エピソードでした。もう愛する岡本隆子の話ですよねえ、これ素晴らしいね、本当に直筆でその方から来るって、うん、岡村隆子さん本当に真面目な方なので、何枚ぐらい持ってるんだろう全部で、わかんないですね、うん、とにかくいっぱいだと思いますよすごいすごいね。でもなんかだんだん大人になるにつれて、クリスマスのワクワク感ちょっと消えてません？いや、うん、どうですか？いや消えてない、本当ですか？消えてないですよ。あのサンタの格好とかちゃんとしますか？いや、クリスマス、いや、しませんよ。やらないでしょ？そ、もともとしないもん。あ、やらないんだ。そうです。男性はやらないのかな。違います、僕うちが即学会だったんです昔だからやらないです嘘、うん、あ、堂々と即学会だったっていうの僕ぐらいですよ。僕ぐらいだね確かに今なんか昔ね、目合わせていいのかな、これ大丈夫なのかな。大丈夫です。あ、池田大作先生は昔お世話になったんですけど、あの高校の時辞めました。辞めることできるんだ。抜けました、土日が遊びたくてもう会合ばっかりだと思う。次のメール、ラジオネーム進撃のめいちゃん、リクエスト、エイリーのクリスマスイブです。どうぞ。今年もまたこの季節が来るよ、ハッピーで笑顔のままみんなで明かそうよ、パリナイフー。どうでしょうか。素晴らしいです、ありがとうございます。待ってくださいよ拍手も準備できんぐらいさあ、ひふみ兄さんとキャンチーズをして久しぶりに見たはずのエイリーさん、こんばんは。こんばんは。はじめましてですよね、進撃のめいちゃんっていう方。進撃のめいちゃん、うん、はじめまして。多分ね、はい、エイリーさん、はい、ミーカーさんがセットでついてくる肉汁たっぷりのハンバーガーセットのような濃い2人を思い出しました。 ありがとうございます。さすがですね、こちらのハンバーガーセットをね、モスバーガーで行ってほしかったですねいまだに永遠の18歳って言ってるところがもう好きと。ありがとうございます、
めいちゃんこれ18歳の際は年の際って書いてるけど本当は祭りですから、ね、祭りです、はい、めちゃくちゃ祭り女なんで祭り女です、はい、質問の内容によっては年がバレそうな感じはしますが投げてみます、はい、質問です。エリさんはエリさんのカラオケのお箱は何ですかと。ララ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 ラさっきさヤンキーさんが家に一人欲しいってそれとあと私男船、はい、男船男船荒れて牙むく北海しぶき来るなら来てみろって歌うんです。目見られて歌われてる俺の気持ちも考えて本当に歌上手だな。さすがだな。はい、もう演歌大好きなんで真の美香さんのもうライブも行きましたね。おはコンサートも行きましたよ。すごい。今回今度沖縄から演歌歌手が若い出ましたよね。サンミュージックさんですよね。そうあの子すごいな。ねえ、はあ、ね、キヨシーもだから同級生ですよ。誰サンミュージックのトップやってる沖縄の。あ、本当。うん、はあ、イケメンキヨシーです。ナチュラの曲だろうと。ナチュラはナチュラって。あ、ナチュラの曲、あ、ナチュラの曲だろう。いや、さっき歌ったの私の曲なんですよ、ちゃんと私の曲ってよ。リーダーの曲なんです。エリーさんが今までお会いした中で衝撃だった人って言いますか。衝撃だった人、はい、今浮かんだ人、いろんな意味で衝撃がある。ああ、長嶋監督かな。あったことあるの。あるんですよ。は、実はどこで。長嶋監督、ナチュラの時代に、うん、モスバーガー の、うん、全国大会っていうのがあって、はい、NK ホール、はい、東京の方でやって、聞いたことあるか分からんけど、うん、その時に、うん、もうめちゃくちゃ松井秀喜が、はい、メジャーに行くか行かないかの、うんうん、ゴジラ、そうゴジラが、うん、その時に、うん、モスバーガーがゲストで呼んだのが長嶋監督だったんですよ。あっさ。で、長嶋監督が来るっていうので、うん、NK ホールの周りに、うん、何かメジャーに行くんじゃない、うん、行くっていう何かコメントをするんじゃないかって、うん、この会合でね。マスコミが。そう。で、あのパパラッチがめちゃくちゃいっぱい来てて、うんうんうん、でその時に全然あんまり野球も知らないし、うんうん、長嶋監督ももう本当にごめんなさいだけど、どうやって笑かそうかっていうことしか私たち思ってなくて、だからナチュラーのシーサーとリーダーと赤がっぱで、うん、今から長嶋監督が来るからご挨拶、うんしようねって。 でも今こっちから通るからって言った時に、うん、一瞬全員でゴミ箱に隠れたんですよそこからうわーみたいな出会って、中島監督が普通にあ、こんにちはみたいなっていう、やっぱり違うんだっていう思い出、うん、そうそうそう。だからなんか中島監督の、うん、なんか周りの取り巻きがすごくて、わかる。もうだからすごいよな。ああいう、でそのパパレッチもすごかったから、あ、うん、なんかこの方って、うん、今までに見た方のオーラが違うっていうのがあったから、長嶋監督を今本当にパッて浮かびましたね。衝撃だったんですね、うん。ヤンポーさん、あ、ヤンポーさんでヤンキチさん、ミスターワンもあった昔。ヤンキチさんすごいんだよな。真のミカのコンサートも行ったってよ。え、さっき書いてた。本当、え、一緒に行きたい今度、うん。おいらは熊本出身の島津亜矢の歌が好きだなって。歌ってみて。だからあっちだから聞こえないハゴデイジミスターの名前一文字なのにって何の話。どういうこと。分からないです。間違った。エリさんにとって踊りとは何ですか。踊りとは魂。おお、即答だな。もうめちゃくちゃ魂だって。もう踊りたい曲いっぱいあって、うん、どれから踊ろうかなぐらい。もう振り付け、うん、体が動くのか。もううずうずしてる。本当にうずうずして。やばいな。やばいでしょ。道で踊らんだよ本当に私踊るの大好きで。うん、そういうことか。もうホルキーズのユイの歌っていうのも聞いたことあります。うんうんうん、もうあの曲も早く踊りたくて。あの曲で踊れるの。あ、フラに合うのか。そう、フラでやっぱり踊りたいっていうのもあって、沖縄エリフラだから、もう沖縄のミュージシャンの曲をに振り付けしたいんですよ。これ TikTok にアップしたら勝手に。何がですか。TikTok が分からんのか。ジョグバメンとかこの人TikTok 分からんのか
TikTok 分からんのか A 面 B 面だから A 面 B 面は TikTok 分からんな。そうそうそう、生徒さんに聞いた、ね、これあの、ね、バズるよ絶対この人。本当？うん。バッテンさん、吉本さんの芸人さんですか、面白いわ。でゲストさん、違います。違う違う、グラビアアイドル、グラビアアイドル、何のグラビアやグラビアアイドル、ハイバルで、あのワンボックスカーかちょっと、ね、何回も言うのやめてくれないハイバルの丸台、行きにくいわではでは、朝5時起きなので寝ながら聞いてますということでした。めいちゃんありがとうございます。めいちゃんありがとう。クリスマスの準備ですよ。はい、やってますよ、もう。で、私あのクリスマスツリーを、うん、あの写真に撮るのが大好きで、うん、本当になんかクリスマスツリー見ただけでワクワクしないですか。毎日さ、うん、鉄塔を撮ってるからだよNHK タワーでしょ。 NHK タワーか、あれ NHK タワーさ、毎日、365日映してるあれ、うん。NHK タワー、小学校の時から夏休みの宿題で絵があるでしょ、うんうん、もう毎年描いてたらめっちゃ上手になって年々そうして、今塗装 し始めたわけよ。5年に一遍塗装するんだって NHK タワーで。塗装の足場組むのに2年かかって、で塗装するのに3年かかるって。そう、ずっと塗装してるよ。ずっとだから今足場がどれぐらいいったなって言って、でとはい、じゃあ写真見たら、じゃあその足場組んでるのも写ってるんか。めちゃくちゃ写ってる。そこまで見てみよう。で SNS で皆さんチェックしてみてください。あ、じゃあ X にあげて、 X にあげて。高所恐怖症ですか、ひろみさん。はい、そうです。いくらもらったらあのバイトする、塗装する NHK タワー。 いくらもらえるの。だからいくらもらったら、高所恐怖症でしょ多分ね。できる、できると思う。高所恐怖症でもすぐ慣れると思う。4万ぐらい日当な時給な日当。いやいや、4万だったら全然やるよ。やる、うん、一番上だよ、一番上のあの城の方だよ、うん、4万で。いや、できると思うよ、4万だったら。日当でも、日当4万でしょ。バンジージャンプはで5年、バンジージャンプ絶対やらん。4万あげるよ。あ、で無理。じゃあ5万。5万でも、100万でも、100万でもやらん。300万は300万やらない。やらない、やらない。300万だよ。バンジージャンプはやらない。1億5000万。やらない。やらないんだ。うん、そうなの。うちの相棒ワーカーすぐできるよ。だから、うん、あ、できる人はあれなんですよ、ワーカーなんですよバカなんですよバカなんですね。いや、もう無理。そうなんだ、うん、あの僕団地の6階に住んでるんだけど、うん、最初住んだ時6階の廊下歩けんかったの、はい、怖くて。もうさ、あの廊下の玄関側、うん、あのその手すり側っていう、はい、塀側もうあっちに引っ張られるわけ、ま、うん、っすぐ歩けんわけだから、うん、あの壁触りながら歩いてた毎日。やば、マジで本当にこんなやって歩いてた。 目でこっち隠して。じゃあダメだね、全然。だけど高いところでの作業だったらできる。塗装は大丈夫なんだ。なんでかって言ったら、俺僕アルバイトで、うん、あの池江島の、はい、あの石油コンビナートがの ありますね。だってそこの、タンカーから、はい、重油をあの吸い上げる建物が海の上に基地みたいのがあって、うん、読む。たまにあの見えるでしょ、うんうん、あそこ行ったら見える見える。配下がずらーってずっと、うん、大きいまで出てるさ、うん、この建物の交換という足の防色作業をしてから、うん、あの錆止めを剥がして塗り直すってアルバイト、日当1万5000円でやったんですよ、うん、すごー高っ。あそこさ、うん、普通足場って地面から下に組んでいくさ、うん、あそこ地面海だから。だからよ、どうするの。建物の上から足場を組んでいって下に下げていく。逆に作っていく。逆に難しいわけ、うん、でそこの上で高所作業をするっていうアルバイトをしたことがあって、あの時に仕事に集中したら怖くないっていうのが分かった。なるほどね、うん、面白かったですよ。じゃあビルのガラス吹きとかできるんだ、県庁の。県庁は5万だ何それ。次のメールいきます。ヒンガーさん、保険が効かないからね。でも本当だよ、時給2万円って、うん、バッテン。保険効かないんだやっぱり。まあ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 、まあ、生命保険は。あ、うん、日当4万太田、バンジー一瞬で飛ぶ、バンジー飛べる人ってすごいよね。バンジー1回で4万ってことでしょ、日当って。じゃあ日当ってずっと飛び続けてるの、飛んでおって思って飛んでおって日中続けて4万円。やばいやばい、安いな逆に考えたら。やばいやばい。ひみさん、キャンさん、小嶋美佐子さんにあの写真
選んでもらいに行ったらウクレレ勧められた1回さん、こんばんは、わん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 、ぷぷぷカープボーイです。今日のテーマはクリスマスの準備って言われてもな、特にないかな。ミュージックソンに募金しに行って、アカシアサンタ見て寝るくらいだから、赤いキツネ食べてっていうことはカープボーイさんのクリスマスの準備です。ひふみさん今年も出るんですか？ミュージックソン、うん、出ないです。あれもうないの？ある？あのみんながやるやつ、リスナーさんが出るんでしょ。そうそうそう、それオープニングで話したんですけど、うん、あ、多分ない、ね、多分ないはず。ないんだ。多分ないはず。あれ告知がね、ワクちゃんに聞いたら毎年11月中旬ぐらいには告知が出てたらしいんですよ、このコロナ前までは。なるほど。そっからずっとないので、多分ないはず。テルキン村さんもそう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 、やってほしいけど、やる気満々だけど、ね、そう、みんな密かに練習してるんですけどねして、うん、本題はまたメール行ってからにしましょうか。ヒーフーネーム沖縄大好きさんからです。ヒーフーミーさん、キャンさん、そしてゲストのエイリンさん、はい、こんばんごくんちょ。ごくんちょ、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、クリスマスの準備。クリスマスの準備ということでこれといったことはしていませんが、楽しみで言うと FM ギノワンのクリスマス楽しみです。FM ギノワンで今年は23日に、うん、こちらの 4,5 時間のスペシャル、すごいライブ の、うん、あの生放送をやるんですよ、はい、で去年僕出たんですけど、今年、別の大城智也くんと、うん、智也くん、山子、はい、山子さん、山子と僕が兄弟って知ってる？え、知らないんだよね多分。山子の弟なの、僕。山子さんの弟なの？そう、やばー。で弟 でこの23日、兄弟23日に、うん、津白公民館って佐敷の公民館でクリスマスでフォークライブがあって、そこに出るのよ、うん、その後にそれが決まった後に今度こっちで23日って決まったから、こっち出れなくて僕今回。めっちゃナチュラ時代にめっちゃ山子さんのライブ見てた。すごいよねあの人ね、うん、そう、一緒にやってるんですよ。すごいよ。この間も山子のソロライブで一緒に出て、1月にもまた一つライブ決まったから。お姉ちゃんってことですか、山子？そう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 、昔一緒に住んでた女ですじゃあお姉ちゃんの影響で、こういう結構ミュージシャン、うちの親父がジャズドラマだったの。あ、でも音楽一家じゃないですか。そうそうそう、だからちっちゃい時からこう音楽聴かされて、ジャズ聴いて育った感じで、その流れで割ったネーネーが、当時光る元の旦那、エイリーのヒカルさんという人が、待って、これ放送に載せていいやつ？全然大丈夫だよ。待って、ヒカルさんの父だったの？もうそうだよ。マスカや。最初の奥さん。マスカ。今4番目でしょ、ヒカル。5番目か、4番目だよな、多分。やばー。そう、ヒカルと、で、ヒカルさんと僕はなんか兄弟でずっと仲良かった。なるほどね。お世話になったんです。そう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 。で、ヒカルが、うん、ギターやってたんで、はい、山子が光ると恋に落ちて、はい、ギターを始めたんです何、なんか聞きたくなかったそうだ、若い人はね、分からないかもね。分からない。昔の話、昔の人はみんな知ってる。ヒカルさんがミュージックタウン音市場の下で何かレストランをやって、そのオープニングパーティー、なんかジョニーさんと行った覚えがある。うんうん、あの人何でもやるからね。やってるよね。うんうん、そうそうそう。この兄弟初見、兄弟関係初見だったんですね。山子さん有名だからね。そうなんですよ、ね、有名なんですよ。山子さん有名ですよ。そう、何の話だった？ねえ、何の話、うん、そう、準備ということで FM ギノワンのクリスマスを楽しみにしてると。やるわけね、はい。クリスマスの準備とは違いますが、毎年パーソナリティさんとかリスナーさん、スタッフさん やお世話になった人にクリスマスカードを書いてますということで、この沖縄大好きさんは僕も手書きのクリスマスカード今年ももらって、去年ももらって、素晴らしい、今年も書きまくりですと、うん、ということで、もう本当に手書きのね、イラスト付きのメリークリスマスって。そういう職業ですか？違います。え、違うんですけど、職業は介護士科の仕事なんですけど、そういうことをずっと好きでやってて、すごい、いますよ。さあお邪魔します。というのは、愛車の車検代を稼ぐため牛乳デリバリーに精を出すひふみさん、安室奈美恵さんと同い年のゲストさん。はい、一緒なの？あ、違います、18歳ですから。ああ、はい、すいません山川真由美さんと番組でよくおっしゃられていたので、てんてんてん、早速質問ということで、沖縄南国パイナップルさんからですね、はい、ゲストさんは後悔しない生き方をされている感じがします
何ユタ違います、ユタの方、ユタじゃなくても多分初めて聞いた方も多分それは分かる、この人後悔って知らないなと、自分は目が覚めると今の生活水準プラス人間関係に行き詰まりを感じながら日々過ごす毎日、うん、困難だからもちろん寄り添う素敵な女性も存在しない、うん、ある方からは、辛辣な言われ方をされました。身から出たサビ、そんなことないよ。今週のテーマ、私には無縁、配慮、欲しかった、仕方ない、ですね、楽しく生きていきたいです。南国パイナップルさんと、ね、でもだってさ、この、はい、ラジオネーム南国パイナップルでしょ、うん、もうめちゃくちゃ明るいのに、うん、どうしたのって感じ絶対人生もっと楽しいでしょ。あのね、そうなんですよ、南国パイナップルさんでもね、うん、あの番組にメールを最初くれ始めた時よりはだいぶね、うん、あのそう前向きになったりしてるので、うんうん、少しずつですけど彼も変わっていってると僕は信じてるので。なるほどね。でも本当にさ、ね、うん、考え方一つじゃないですか、うん、これ言ったらあれなんですけど、うん、私も、あ、私もって言ったらダメだね、うん、永遠の18歳ってずっと言い続けることによって自分でみなぎるパワーが出るし、うん、あ、もうなんか絶対私はもう60にもならないし、うん、ずっと18歳で居続けるっていうのを決めてるんで、うん、なんかこの南国パイナップル、うん、もう光り輝いてますよね、うん、もうその名前をつけたんだから、うん、もう責任を持ってパイナップルって生きなきゃいけないし、うん、であとね、ドラマでさ、うん、これを言ってたのよ、あの、うん、死ぬ前に、あ、死んだら、うん、あの神様が箱を持ってくるんだって、うん、箱を持ってきてこの箱を開けたら、うん、あのやればよかったっていう、うん、後悔してやったらできたのにとか、うん、例えば好きな人がいたら、うん、告白してたらあの付き合えたのにとか結婚できたのにっていう、うん、やればあなたに手に入ったよっていうものがこの中に入ってるのを見せられるって、うん、でその時 に、そう、うん、死んだ後にね、うんうん、だからその時に、うん、この中に何もない方がいいんじゃないっていう、うん、話をしてて、うん、そうだな、なんかもうだからもう全部私興味あるもの全部やってみて、うん、この箱に何も残らないように生きてるんですよ今。ああ、そこを目指してるのね。そう、そこを目指して、うん、ああ、あれやっとけばよかった、これやっとけばよかったって、うん、だから今私もし、うん、あのそうなったとしたら、うん、もうめっちゃふいふみさんの前に自爆霊で出る自信あるなんてもうあれもやってない、これもやってない今そう全然死ねない、全然死ねない、もうやることいっぱいです、やってないのいっぱいあるもん。社交ダンス踊ってないんですよ社交ダンスをね世界中回りたくて、うん、そうだからあれもやってない、これもやってない、だから三振もねちゃんといけてないし、うんうん、本当に死ねない、やりたいこといっぱいあるんだ。もうだから1日なんで24時間なんだろうっていうぐらい足りないよね。全然足りないし、僕も足りないと思う。もうエイリーがもっといっぱいいてほしい。わあ迷惑、うん、ちょっと違う違う、これさ僕も考えたことあるけど、ひふみ一人で足りんなと思ったことがあるけど、ね、もう一人のひふみ受けた時に俺あっちがいいと思うこっちよりあっちがいいと思うから。そうなの、うん、いや、いっぱいいたら俺自分に嫉妬しそうで嫌。なるほど、あ、もうめちゃくちゃ自分大好きじゃないですか。そりゃそうですよ、ね、自分大好きですよ。だって僕がやりたいことが例えば10個あって、うん、僕今1人しかないから、はい、あと9人の僕が出てきて、はい、あの残りの10個を9人で分けてやった時に、うん、僕がやってね9つのことくったやってるんでしょ。うわー、どう、嫌じゃない、悔しい悔しい、自分がいいでしょ。めっちゃここにいるのに隣のエイリーが社交ダンス踊ってるんでしょ。うわー、あっち行きたいわ。そう、だから1人でいい。ああ、そういうことね、うん、なるほど。コピーロボット欲しいと思ったけど、コピーロボットはね、あ、嫌なことさせたい。あ、なの、実務、うん、でもね、嫌なことって経験してるから今の自分があるわけさ。何これ、メモるところ、みんないや、あなたメモるところ。だからあの悪いことも、うん、あの辛い経験も必要なのよ。確かにね、そこから分かることってあるから。あ、だから南国パイナップルさんは今辛い辛いと思って生きてるから。いや、全然辛くない、考え方でね。 でもね、その経験が人に対して優しくなれるわけ、うん、はずだわけ、うん、自分と同じような経験してる人見た時に、うん、あの同じようにして なってしまいとは思わないはずだけど、僕のようになってほしくないとか、僕以上になってほしいとか、なるほどね、うん、っていうことを少しでも思う気持ちが出てくるんだったら、それはもう自分の経験が生きてる証だから、それは僕大事だと思う。だからどんな人でもね、そういうことってあるんですよ。
みんなね満足して生きてないんですよ。うわー、何このラジオ番組、こういう番組でした。こんな真面目な。キャンさん、社交ダンスの動画お願いします。なんで社交ダンスの映像が出てくるの。そう、ヒンガーさんが質問来てますよ、はい、リーダーに質問。沖縄でフラを踊っている男性はいますか。めちゃくちゃいっぱいいるよ。いますよね。いますよ。あの男性フラのチームがあるんですよ。ありますあります。毎週月曜日の、うん、FM コザの番組の、はい、あのアジクーターラジオという番組の4時から6時までやるんですけど、はい、最後の10分ぐらいにフラやってる方が出ます、コーナーで。毎週月曜日。名前なんていうの。太田ちょっと調べといて、はい、名前何だったか出てこない、ね、読み聞かせとかもやってる方、男性チーム作って YouTube もやってます、うん、誰か多分分かるはず、ヒカーボーイさんが分かるはず。名前が出てこない。名前難しいんだよな。なんて誰だろう。なんてひふみさん、これはなんかパイナップルさんメール、あのこの方メールで、あのラジオ電波で聞いてて、うん、ツイキャスでは来てないので細かいコメントもこっちいっぱい来てるんですよ、あ、つかぼうさん、そうそうそう、たかぼうさんが言ってる、つかぼうさん、つかぼうさんっていう方があのフラの、フラの男性フラやってる。調べてみよう。なんかパイナップルさん、ひふみさん、先週月1でリクエスト大会してほしいとお願いしました。そうなんですよ、うん、あの南国パイナップルさんが言ってたのは僕難しいって言ったんですけど、うん、ちょっとやってみようと思ってやります、はい、雨の58号線レコードあるって実家に持ってるって。この待って、ジョニーさんの歌だよ、ジョニーさんの、うん、ロックンロール時代ですよ。タタタタタタ、あ、違う、中渕千代子、これうー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 う全然違う曲だ。注意、あ、これよ読むなって書いてるのも、あの南国パイナップルさんね、うん、メールで来るから、うん、僕読んじゃいけないところも読んだりするみたいで、今ここに読むなって書いて、ちゃんとここへって書いて読まない、こっち読まないよ。でその以外読む。元気なくした時、誰の歌を歌われ聞かれますかって。元気なくした時、うん、元気なくなることある。ないんですよ。チャンスるか、この人。元気なくなる時ない。落ち込んだことは。落ち込んだことはないことはないでしょ。あるけど、うん、落ち込んだ時、うん、一回寝る。一回寝る、うん、音楽聴かない、ね、音楽、うん、わあ、音楽か。一回も頭の中を、うん、私あの TVer とかも結構ドラマとかも好きなので、うん、ああいうところで、うん、ずっとあのイベントの仕込みしてるんですよ、頭の中が、うんうんうん、だからずっと仕込みして、もう夢の中でも、うん、イベントに出てるんですよ。だから本当に落ち込む暇ないな。あの朝起きたらぐったり、もう常に中ぐったりしてる。どれぐらい寝る。ショートスリーパーとか。うん、ショートじゃない、ちゃんとしっかり寝る。寝てる6時間寝る。ああ、ちゃんと寝てる。しっかり12時寝て。でもあれだよね、食事もちゃんとしてるでしょ。食事も、はい、毎晩晩酌もするし、ああ、うん、めっちゃ健康的に朝6時から弁当も取る。18歳寝たら忘れるよってね、もう一つ質問ですよ。人生の師もしくは尊敬する方は。あ、ジョニーさん。あ、ジョニー、ジョニーさん、もちろんジョニーさんとワーカーですね。やっぱりもう心から尊敬してる。いい、ね、リスペクトだね。リスペクト。だってあんな60代のロックンローラーいないでしょ、うん、もう本当に気さくなオーラと、あんなに何もかも許してくれる人いないんじゃない。うーん、かっこいいですよ、あの人ね。あのいい加減って言うけど、そういう、いい加減って、池親父です。池おじ、うん、池おじ、本当にもう沖縄一のタレントミュージシャンですよ、私の中でね。ヒンガーさんからメール来てます。20年くらい独身を貫いている僕にはクリスマスの日は寂しいけど、うん、街の雰囲気は好きです、うん、リクエスト安室奈美恵。多分これはクリスマスの歌があるさね、うん、あれだと思います、リクエストは月1しか書けません、はい、はい、ということで、ひふみずはそろそろ閉店で、嘘ですよ嘘でしょ。違うよ、だ、ね、もう終わった。違う、まだあと8分あるの。今日何しに来たの。だ、今日モスチキン売りに来たんですよ。チケット、はい、これ何ですか、モスチキンのチケット。説明してください。モスチキンで言って、はい、あの私モスバーガー家業で国場店、早原店、西原店をヤーニン中でやってるんですね。西原もだ。もちろんです、西原、はいはい、もう西原の立ち上げから私ずっと働いてたんですけど、はい、今はもう店頭に私は立ってなくて、うん、あの兄弟とかがやってるんですけれども、そこでありがとうございますって
はい、ありがとうございます。1枚1500円のチケットがあって、はい、5本入りなんですよ、はい、それを今今日ひふみさんに150枚売りに来たんで待ていくらになるわで、これを別に、うん、チキン食べれないからとか、うん、俺一人だからとかって言わなくても、うん、プレゼントしやすいようになってるんですよ、これ。なんで、なんでチケットで、うんね、来年の2月末まで使えるんですよ、うん、そう。しかも、あ、私沖縄に住んでないからっていう方にも、うん、全国どこでも使えるんですよ最高でしょ、このチキン。さすがですね、チケット。ということで、これをね、今100円の割引チケットもついてるので、これは12月26日からもし10枚買ったらこれ1000円分でモスバーガーで食べれるんですよ、うん、おー、チキン以外でも使える。そうそう、使えるっていうのね。チキンチケットはモスチキンだけのチケットなんですね。だけど5本入りで1パック、しかも今年ね、はい、ワンピースの箱なんですよ。ワンピースも箱がついてるってこと？あのワンピース、あ、ワンピースって漫画の、漫画のワンピースの、うん、アニメのワンピースのコラボってるんだ。コラボってるんで、うん、福袋も出るんですけど、これをぜひね、はい、全国どこのモスバーガーでも売ってるんで、ぜひリーダーがいなかったらばったり15番目のね、太田みたいな方は、うん、道であったら買わされるんだけど、うん、そうそうそう、ない方、合わない方は、まあ、もう近くのモスバーガーでぜひ。1500円で10枚入り、なんて5本入り、あ、5本入り、1500円で5本入りです。そう、5本入りですので300円か、安いな。買ってください。買います、後でよろしくお願いします。はい、ちゃんと買いますよ、はい、これをね。だから来週またラジオ沖縄にも行きます。あ、来週ね、はい、OK、 よろしくお願いします。例えばさ、夕方5時とかの番組、こっちの FM 機能の番組に出たり出たりとかって出てできたりする？夕方5時がね、曜日による、曜日によるし、うん、送迎があるんですよね。ああ、そっか、難しい。だからちょっともうそっかそっか、他の番組にももし紹介して出れるんだったら出て、ね、宣伝してほしいなと思っていたので。ありがとうございます。わかりました。なんか友達の子供がモスでバイトしてるから毎年モスチキンは予約購入します。ありがとうございます。これね、もうみんな本当にバイトの子にもね、お願いして売ってねって言ってる。国場ハエバル西新店で買ってください。はい、はい、カムイさん出た、はい、リーダーのチキン押し売りって何これ、人聞きの悪いちょっと言い方。押し売りですよ。違うよ、買って買ってもう食べたいって言って買って買って言ってるからそう違う、みんなが面白がってそうやって SNS に、うん、書いてるんですよ。しんちゃんとかもヒープもみんな僕も後で買います、もしかしてもしかしてそうなんですよ。西原だとタイミングが合えばマッキーさんと会えるかな。あ、マッキーさん、ま、あ、買ってくれてるよいつも。そうなんですよね。そう、あと4分で終わるよ。嘘でしょ。告知したいのいっぱいあるでしょ、他にも押し売りされるのはラジオ沖縄の人だけでしょって。違いますよ、リスナーもですよ。そう、全員ですよ。 ラジオネーム聞いたことある人なら売りますよ。本当に本当に、はい、言って。逆に僕と会える方は僕立て替えて買うんで、欲しい方言ってくださいマジであ、ぜひぜひ。その代わり後で送金してくださいよね、2倍にしてね。いや、2倍じゃなくていいですよ、ペイペイで僕に送金してくれたらペイペイでそのお金で買うので。緑町のモスバーガーおー、わー、あ、いいですね、ヒンガーさんのね。ね、はい、モスチキン以外の告知はないんですか？モスチキン以外の告知ありますよ。年明けすぐに1月2日にパルコでイベントしますんで、モス、あ、モスのじゃなくて、モスじゃなくてフラの、はい、キッズイベントがあって、はい、うん、そう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 、玉木吉野さんと一緒にね。玉木吉野さんって聞いたことある、うん、玉木吉野さんタレントの、ああ、はい、玉木吉野さんがいろいろ動いてくれてて、うん、そう、パルコでリーダーたち教室はお昼の3時から3時半までの30分踊りまくるんで、うん、K-POP、ヒップホップ、フラ、あ、全部いいす、ね、チャオドリーするんで。岐阜の9人のバーバーも、私も買います、岐阜でも使えるならって。岐阜使えますよ、岐阜でも、ぜひぜひ。岐阜のモスにもぜひ買ってください、はい、玉木吉野さん、あれですよ、昼ランチの月曜日だった人FM 小座で話、番組持ってた方です。そう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 、そう、いや、相変わらずパワフルだな。いやいや、元気になりますよマジで。さっきヒンガさんが、ヤンキチさんが、うん、クリスマスプレゼントエリーさんに会えたことって言ってたけど、ありがとう。そんな言ってる割にはなくすよ、忘れてるくせに。
だから記憶障害があるって言ってやしや毎日ビタミン B12 の薬飲んでんの。もうあと5錠増やして、じゃあ増やしても一緒で自覚症状がないから分からん。でまた次読んだ時はまた初めましてとかって言うんでしょ。いいんじゃないそれでも。でまあね人生それぐらいのゆるゆるパンツがいいよね。ゆるゆるパンツね、キチキチにしたらきついもんね、うん、本当だよ本当よね。絶対さ、もうだから、うん、あのやり残したことありませんか今年。あと2週間で。あ、もう全部やった。やってる。本当にやりたいことないの。やりたいこといっぱいあるよ、うん、やり残してない。一番やりたいこと何今、うん、眠りたい。あ、っていうか休みが欲しいなと思って。え、寝るの好きな方。違う、僕ショートスリーパーなんですよ。3時間くらいでやってるんですけど。そうなんだ。だけどもう年だから3時間睡眠が積み重なって、うん、明石家さんまじゃないですか。仮眠がね、うん、長かったりとか昼寝してるんじゃないですか。でこの間、うん、あの名護の帰りに信号無視してたことがあって気がついたら、怖い。起きてるんですよ。寝てないんだけど、寝てないけど信号見てなかった。気がついたら今赤だったやつだっていうのを、うん、2回経験したんで、うん、ちょっと休もうと思ってます。そうだよ、はい、やば、はい、マジで。じゃあもうこの番組もあの、はい、ウォーターにちょっと任せて1回休んだ方がいいですよ。あいつ緊張しいだから喋れないですよ絶対使えねえなウォーター君、助けてくれよひふみさんをね、はい。そんなひふみずバーは来週が今年最後の放送になります。で28日休みますマジで。ちょっとあとちょっと今年は早め あの正月休み入って、うん、ディズニーランドとか行くんでしょまた。いやいや、お金かからないようにあの一人で万国公園ぐらいでね。万国公園歩くかウォーキングしときましょ う歩いて歩いてひみさん働きすぎ。いや、みんなそうでしょ。みんな働いてますよ。でも楽しいでしょ。ありがとうございます。今日はいかがでしたか。めっちゃもうなんかね、衝撃的な、忘れられてたっていう何回もあちらし計算しないけみたいな感じだけど。いや、いっぱい言ってるんですよ。会うたんびに言ってください。会うたんびに言うけど、はい、いやでも楽しいね。ありがとうございます。久々に。エリーは番組持たんの。持たないですよ。もうこんな口下手なもう全然ダメ、まあ、全然緊張しいなんで。あ、カムイさんがマスターチキンの自分でもお願いします。 ありがとうございます。あとで何枚買うか LINE ください。ということで、ひふみずばそろそろ閉店時間、はい、待ってよ、エンディングの曲もかけよう。ちょっとつないでて。あ、わかりました。いつも本気で、なにリーダーの歌歌えばいい。あ、喋るんかなと思って。エリーさん SNS やってる。やってるよ。やってます。後で僕のあのツイッター X に全部載せますんで。あ、 X って言わないとダメなんだね今ね。あ、ツイッターやってたらさ、言ったらダメなんだ、ね、番組より。バイバーイ。あ、遅いでしょこれこんなこんな終わり方。終わった。え、次はそれ来てますよ。ね、なんかもっとあのありがとうございましたみたいな、よろしくお願いします。急に終わった。いやありがとうございます。ツイキャスの皆さんに最後にあのご挨拶してください。キャンさん、こんな急に終わっていいのこの番組。はい、あのいつものことではねということで、ちょっと時間がないので、そう、あ、もう次の番組も準備始まるんで、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。終わり方やだからよ、あとで SNS にエリーのあれか送るで、これ最後に映ってる顔が最後残るんだよ。あ、そう、顔載せとけ、ドアップで。